こんにちは、城本クリニック形成外科専門医の横山です。看護師の飛鳥です。今回は横山医師に前回の脇がのお話の続きで洗浄法について、手術ですね、そちらについて詳しく説明していただきたいと思います。よろしくお願いしま す。日本形成外科学会専門医横山隆之、二重術をはじめとした美容整形術、糸リフトなどのエイジングケア治療、そして脇が治療などの体質改善治療まで幅広く対応するマルチドクター、形成外科学会専門医の丁寧な手術はもちろん、真摯な診察で一人一人に合わせた治療を導き出す、その姿勢は医師の間でも高評価。今を活躍するエースドクターです。はい、では先生、洗浄法について詳しく、どういう手術をするのかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。はい、はい、じゃまたこのイラストを使います、はい、でここのアポクリン汗腺ですね、これを取ってくるのが手術の目的になります。ではどうやって取るかというところなんですけども、はい、では手術の手順なんですけども、手術を行う範囲はだいたい脇毛が生える範囲ですね、ここら辺を手術する形になります。で、脇の中央にこのようにメスで切開を入れます。ここは1本でやることが多いですけども、2本切開を入れるという方法もあります。切開した部分の皮膚をこう手で裏返すような形で、これは剥離という操作ですね。で、裏返して、でこの裏返った部分、皮膚の裏側のところにアポクリン腺がついています。で、こう見えてきたアポクリン腺を、直視下ですね、実際に目で見て、でハサミなどを使ってこう浅く削いでくるような形の作業をしています。でこれを全体ですね、こちら側と、もう反対側、こちら側も行います。でそういった作業が終わったら、今度は閉槽ですね、傷を閉じる操作に入ります。で傷を切ったところを縫うの一つと、あとはですね、アンカー縫合といって、皮膚がこう浮かないようにですね、下に密着させるような形で、何箇所か糸をかけてくることが多いです。でさらにその上からですね、タイオーバーというやり方なんですけども、厚いガーゼの束ですね、これを脇の部分に密着させて、縫い付けたりとかしますけども、密着させて、その上からさらに包帯やテープなどでがっちり固定をして、でこれで、傷が治るまで待ちます。最終的にはですね、こう脇の下にガーゼが挟まるので、ちょっとこう脇が締まらないような形になります。これで1週間弱ぐらい過ごすような形になります。城本クリニック。その手術で確実に取っていくよっていうのを今教えてくださったんですけど、この手術のメリット教えてください、はい。メリットに関してはですね、やはりしっかり効果が出せるということだと思います。実際に医師の目で見てアポクリン腺を取ってきますので、確実にその部分っていうのをこう病変部分を取ってくるっていうのは結果につながる部分かと思いますね。はい、先生たくさん教えていただいてありがとうございます。なんか美容クリニックってやっぱり美容整形が多くて、脇がの手術とかそういう治療をしてるって知らない方が多いかなと思うんですけれども、実際にその脇がの治療を受けられる患者様って多いですか？あとどういう年代の方とかがいらっしゃいますか？はい、数はやはり結構来ますね。特に長期休暇の前後ですね、夏休み、冬休み、春休み、そういった前の時期になると相談が増えてきます、で年齢としましては、やはり10代ですね、思春期以降から20代の方が一番多いのかなと思います、ただお子さんが治療を受ける時ですね、一緒にということで親御さんも受けていただくことも多いので、40代、50代、もしくはそれ以上の方でももちろん治療は受けられます。ありがとうございます。城本クリニック。
先生、今お話聞いてて、その洗浄法が脇がの治療の中で、まあ、一番確実っていう風なあの感じだと思うんですけど、再発ってありますか？はい、これに関しては実はあるんです。でただ正確にはこれ再発ではなくて取り残しという形なんですね。で皮膚の裏側からアポクリン汗腺を取ってくるんですけど、その時やっぱりどうしても少し残ってしまうんですね。で全部取ろうと思うと、こうめくった部分の皮膚が壊死といって死んでしまったりとか、そういった血管につながってしまうので、やはりその皮膚を生かしたまま残したまま手術を終えようと思うと若干残ってしまう部分があるので、そういったところが少し匂いとして最終的に残ってしまうという結果になります。あ、じゃあ元の何もしてない状態よりは匂いはすごく軽減するけれども、前回の動画で先生がおっしゃったようなその生活習慣だったり食生活、そういうところでちょっと一瞬きつくなる日があったりもするっていう感じってことですかね。はい、そういう認識で大丈夫です。はい、ありがとうございます。先生のその洗浄法を受けられた患者さんのその術後の経過を見てて思ったのが、傷が綺麗なんですけど、何か先生のこだわりみたいなのってありますか？はい、手術後の部分が一番大切かなと思ってまして、やはりその手術の際に行う固定ですね、それからお家での過ごし方です。ここでやはり動いてしまったりとかすると、まあ、傷がうまくつかなくて、最終的にそういった傷っていうのは汚い傷になってしまいますので、まあ、特にそのお家での過ごし方ですね、それからまあ手術後に何回か通院していただきますので、まあ、その際に逐一チェックをして、まあ、最終的に綺麗な傷になるように治療を行っています。城本クリニック。デリケートな問題で、人には相談しづらい部分があるかと思いますが、診断から治療まで詳しくご説明させていただきますので、まずはお気軽にカウンセリングまでお越しください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったという方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。0120107929、城本クリニック。0120107929、城本クリニック。城本クリニック。